お疲れ様です。これこれさん、名誉毀損で逮捕される可能性があるそうです。そうなの？ごめん、俺日本の事情全く覚えてないんですけど、でもこれこれさん名誉毀損で逮捕される可能性は僕はあんまりないんじゃないかなと思っていて、これこれさんってめちゃくちゃね考えて多分配信してるんですよ。これは、まあ、これこれさんの配信見てる人は分かると思うんですけど、これこれさんってきちんとしたある程度の確証がないとやっぱ発言とか取り上げたりしないんですよね。これはね、僕すごいなって思いました。なのでそう簡単に名誉毀損で逮捕される可能性っていうのはあんまりないんじゃないかなと思ってます。で、名誉毀損で逮捕されるのはどういうことかっていうと、事実ではない事実ではないことをあたかも事実かのようにばらまいたら、名誉毀損で、逮捕されます、はい、逮捕されるというか、まあ、起訴されます、はい。まあ、これはね、まあ、今僕もあんまり言えないんですけどね、はい、まあ、やっぱそういう人は僕の周りでもこれから出てくると思うんですけど、これこれさんに関しては僕は今日本の状況が知らないんで分かんないんですけど、多分大丈夫じゃないかなと思います、はい。まあ、これこれさんもね、直接的になんだろうな、やっぱ何かしら証拠がないことを言ったりする方ではないと思ってるんで、それは多分ガセですね、はい。事実でも逮捕されます。そう、事実でも逮捕されないと思いますよ、なかなか、はい。海外